手で手を空で動かしてどうしたんですか何かやっているんですかこれはね、斎藤さんのもっと仲良くなるためのくじを作ってたんだよ。なんか変な行動だから聞いた今夜からですね、こちらのくじを使って、斎藤さんと投稿していきたいと思います。ルール説明しますね。くじを引いて、A 賞だったらお仕事のお話。B 賞だったらプライベートのお話で、C 賞だったら PR、商題。う D 賞だったらリスナーからのお便りとなっております。そんなにすごい。 動いてるのになかなか通じないですね。何が今すごい動きない。そう、今ね、すごい動いてたんですけど。た、ねね、そう、ただマイクからはあんまり外れなかったの。ね、これがプロの仕事。くじ引いてください。はい。<laughs> はい、はい。えー、英ということは、はい えー、お仕事のお話だ。大切ですね。じゃあ、競争機関のお話。あお願いします。はい、でございますね。じゃあ、ご説明していただけますでしょうか。そうですね。あの、この作品は、バンプレストさんと東映アニメーションさんがタッグを組んだ、ものすごい、うん、あのプロジェクトなんです。で、私がなんかこう、偉そうに説明してますけれど、うん、あのね、もう、見ていただくと、全、うん、まったく、なんだろうな、わからないけどわかる。なに <laughs> <laughs> それなにそれ <laughs> あのね、と言葉、 説明するものじゃないんですよ。私、あの、うちのくぎみやりえちゃん、はい、あの、仲良しなんですけど、くぎみと二人で、うん、ものすごい語って明かした、うん、一緒に、実はあの、うん、京都を舞台にした作品で、うん、こうなんか独自の、京都なんだけど京都じゃない、うん、ちょっと独自の発展を遂げた、うん、まあ、こう、こと。 という、うん、あの、鏡って書いて京都ってその京都の設定なんですけど、どそこに迷い込んだ琴っていう女の子と、うん、ま、それの周りの人たちが繰り広げる、と、バタ劇なんですが、うんはい、とにかく、圧倒的なクオリティで、あの、ご覧くださたらったんはい、僕も見ました。も,うものすごいクオリティと、ものすごい情報量で、うん、すごいパワーが、ボーンって、なんかやってくるんです。 おい、置いてきぼりてもないのなんて言うんだろう、うん、もみくちゃにされる感じ。そなうなんですよ。わーってなんかされる感じされとかんか前にクギミーと話してて、もう、うん、あの、宝箱をブーーってひっくり返して、もうキャ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 っていう感じなんですよ。で、 なんかこう、説、今説明がね、私ただでさえ上手じゃないんだけど、今ょっと分かんないと思うんですけど、でもそれで正しいみたいな。そう、これね、別に斎藤さんがそういう、あれでなんか分かんないんですよ。そ残念味ではあるんですけど。でも斎藤さん残念クオリティで分かんないわけじゃないんですよ。これもう、本当に最初からなんて言うんだろう、整合性とかストーリーとかを皆さんにお伝えするよりも先に、この世界と、このスピードと、もうこの、なんか、こなんて言うんでしょうね、食ったことない料理のさ、 たたらみ味、味じゃねえんだね。味じゃねえんだね。そういう、なんかね、本当に、すごいんですパッションなんですよ。そう、なんか、本当に、なんかその感じが、これが今後ね、あの、ちゃんと語られるのかどうかも俺はよくわかんないんだけど。そうですね。そう、あの、そういうことじゃなくて、少なくともこの第一弾、この第一弾の映像を見た限りでは、少なくともそういうことじゃなくて、なんかその世界に、 圧倒的に、そうなやられちゃってる自分気持ち。そうそうそう。引き込まれちゃうっていう作品で。で、それ、これってどういう意味なんですかっていうあの、監督が松本理恵監督と言って、あの、主役もくぎみや理恵ちゃんだし、だか理恵ちゃん監督と理恵ちゃんって呼んでるんで理恵ちゃんと恵ちゃんだ。松本監督って呼べばそうなんですけど、でも、なんかすごく可愛らしい方、すっごいパワーを持ってる方で、で、あの、普段は、なん、なんていうかな。 おしゃべりが、あんまり、こう、得意じゃないんです。だけど、内側にいっぱいなんか伝えたいことがあって、ああそれを多分映像にしたんだと思う。それが、じゃあもう、その、松本監督の、内側ああなってんだっていうぐらいの、うん。そうなんです。ものすごく魅力的な絵作りをされてて、はい、だから、すごい楽しい、見てて。特にぜひね、だから本当にその説明するよりも、本当見てほしい。見ていただきたい。しかもなんとですね、うんはい、えっと、8月25、26日に幕張メッセで開催されるキャラホビー2012でですね、はい、こちらの新作が、 Yeah. <laughs> ね、あの、発表されるということでございまして、え、現在ですね、え、本編第1弾ね、発表されておりますけども、配信の方は終了しておりまして、え、PV のみ、え、視聴することができますが、なんとですね、この7月の2週目からですね、第1弾の DVD 付きぬいぐるみが、はい、あの、クレーンゲームで登場するということなのでですね、まだ見てないという方は、え、今のうちにそちらをチェックしていただければなと思います。新しい体験ができると思いや、ほん、本当に面白いし、本当にな、カラフルで、うん、あの、 鈴村君がエロ,いエロ <laughs> 私、鈴村さんと一緒に<う>ちょっとエロいシーン出てるんであ,あれあ、そうなんだ。なん,なんだよ、斎藤、ね。ちわちゃんもエロ見てくださいねチャイムがな、駄菓子屋で何の話してんだよ。<laughs> あ、でも私メインショ,ショック博士で出てます。言うのはそ,そうそう。ショック自分で今日言ってないじゃん。<laughs> ショック博士だよ。<laughs> エロい人だと思われちゃ